俺の朝は日光浴から始まる。何やってんのって小バカにしてくる人もいると思うけど、お尻の穴に日の光を当てることで太陽が下から上へと自分を満たしてくれるような多幸感を味わうことができるんだよね。日々の仕事や恋活のストレスはこれで解消してる。俺の人生は日光浴以前以後に分かれると言っても過言ではない。今日は俺のマッチアップデートルーティーンを紹介していこうと思う。これだからマッチアップ女子は、実はこの1年で10キロ近く太っちゃったから、ダイエットの一環で朝はスムージーを飲んでる。はい、今から筋トレに行きます。俺はマチアプの子とデートの日は必ず筋トレに行くようにしてる。ツイッターでモテないモテないって騒いでる人いるけど、お前ら筋トレしてんの？行動を起こさないといつまでも現状は変わんないよ。だから俺はモテない自分を変えたくて3年前に筋トレを始めた。3年間筋トレめっちゃ頑張ったよ。その結果俺のモテ度は3年前と何一つ変わってない。悲しい。もう一生懸命筋トレしてるのに全くモテるようにならない。悲しい。今日は動画を撮ってるということで、久々にベンチプレスのマックスに挑戦したいと思う。最後にチャレンジしたのが3ヶ月前とかで、その時は 92.5 キロだったから、今回は大台の100キロに挑戦します。ちなみにベンチプレス100キロ上げれるのは100人に1人と言われてるから、これ上げれたら俺強者男性ってことでいいかな。ベンチ100キロはマジで嬉しすぎるな。めっちゃ嬉しい。やっと行けたみたいな感じなんで、めっちゃ嬉しいです。この角で頭を打ちつけましたね。めっちゃ痛い。本当はね、ダイエット中なんでランニングして帰りたかったんですけど、ちょっとさすがにもう軽い脳震盪みたいな感じになって頭クラクラしてるから、今日はもう帰ります。今夜のデートにね影響しないといいんですけどね。いやー、頭打ちつけてから30分ぐらい経ってるけど、ちょっとまだクラクラしますね。今日デートする子は久々にいいね数500超えなんですよね。で、顔も結構可愛いから結構ね気合入ってます。俺、自分が新社会人で22歳の時とかは26歳で結婚して28歳で第一子誕生みたいな自分の人生プラン描いてたんだけど、もう29歳になりそうって考えるとなんかちょっと悲しいよね。20代後半に近づいてくると下手に賢くなって結婚した場合のリスクとか考えちゃったりするよね。今までは結婚して家庭を作ることが幸せみたいな自分の中で価値観あったけど、最近はむしろ結婚めんどくさくねとか思っちゃったりして、いよいよ俺も末期かもしんない。俺はやりもくじゃないんで即日ホテルとか別に狙わないんですけども、まあ俺に魅了された女子が求めてくる可能性あるんで、念のため爪を切っときたいと思います。あとどっかの女 YouTuber が言ってたんですけど、手のここの毛が女性は気になるらしいんですね。だから最近はここの手の毛も剃るようにしてます。蛙化現象という言葉が生まれたことで、女が合法的に男に難癖つけれるようになったんだよね。何が引き金に蛙化現象が起こるかわからないから、ケアできるところはケアしておくようにしてる。
で俺最近ねメンズメイクっていうのを覚えまして、まあそんな本格的なものではないんですけどちょこちょこっとやってるんですよ。でまずこれが毛穴レスコンシーラーって言って毛穴を消すやつなんですよ。で俺この辺に結構毛穴がプツプツとあるんでまずはこれで毛穴を消していきます。で次は赤み消しなんですけど、俺この辺とかこの辺とかなんかすごい顔が赤みがあるんですよね。でそれを消すためのものですね。このちょびっとメンズメイクなんだけど実は視聴者が DM で教えてくれたんだよね。普通に生活してたら絶対メンズメイクとか手出してなかったからこういう新しい境地開けるのが YouTube やってていいなって思ったとこだよね。はい、完成したんですけど多分みんな的にはいや何が変わったんっていう感じだよね。いやまあでもねそれぐらいでいいんすよ。なんかがっつりやってるっていうのも気持ち悪いじゃん。だからまあ自然体な感じでまあ自分の心の持ちようが変わるっていうね。はい、まあ、そんな感じで今日はベージュのパンツに黒の T シャツを合わせてみた。このネックレスと緑のカバンの組み合わせは結構気に入ってるんだよね。よく津田圭介っておしゃれだよねってコメントでも言われるけどアイテム自体はそんなに特殊なものも高価なものも使ってなくっていつもシンプルな服装は意識してる。多分俺脇がなんだよね。だから最近この8法やってる。最終鼻毛チェック。俺は鼻の構造的に鼻毛がすごい出やすくって高校の時に同級生の女の子に津田くんっていつも鼻毛出てるよねって陰口叩かれてたんだよ。それを知った時ものすごく恥ずかしくてそっからすごい鼻毛には気をつけてる。俺ってこう見えて結構緊張しいだからアポの30分前ぐらいからもう結構胸ドキドキしちゃうんだよね。一応集合場所着いたんですけどちょっとね早く着きすぎちゃったんで今回行く居酒屋って僕も初めて行くところなんで念のため場所の確認、まあ、スムーズにねエスコートできるように場所の確認だけしとこうかなと思います。今集合時間の6時半なんですけどちょっとね相手方が残業で遅くなるらしくて15分ぐらい遅れるらしいです。まったくねこれだからマッチアップ女子はっていう言いたいんですけどまあね仕事なんでしょうがないですかね。はい、相手からね仕事終わりましたっていう連絡来たんでもうそろそろ来ると思います。今回ね結構ビジュがいい子っぽいんで写真的にはちょっとまあ写真詐欺の可能性まだありますけれどもでもねいいね数も多いし、まあ、結構人気会員ということで私もドキドキしてるんですけれども頑張ります。はい、応援してください。今日会った女の子はこんな感じでした。はい、乾杯。なんか写真と全然雰囲気違う。そうですか。うん、なんか清楚系。写真は茶髪やってんか。最近これにしたんですよね。あ、でもなんかめっちゃ似合ってると思う。ありがとうございます。雰囲気違くてめっちゃ可愛いと思う。ありがとうございます。休みの日とか何やってるんやっけ。ゴロゴロかな。家でゴロゴロ。例えば何、家でゴロゴロ何してんの。ネットフリックス見ながらゴロゴロしたい。ああ、ネットフリックスね。あんまり趣味とかなくてカフェ巡りなんですけどね。出た、カフェ巡り。この辺ってなんかいいカフェとかある。最近さ、俺ここに引っ越してきたから全くこの辺りのこと知らんのよ。でも私もあんまり分からんかね。スタバとか。いや、スタバは知っとるよ、さすがに。スタバは知ってますよ。本当ですか。めっちゃ可愛い。めちゃめちゃ可愛いですね、はい、今まで出会った中でも結構トップクラスかもしんないっす。めっちゃテンション上がってる。でもなかなか話が盛り上がんない。どうしたらいいんだ。結構ね、いろいろジャブ打ってるんだけどなかなか刺さらないっすね。会話が点点点になってて線に繋がらないみたいな結構もどかしい感じですね今。てかめっちゃ可愛くない。そんなことないですよ。いや、そんなことありますって。普通にモテそう、めっちゃ。いやー、職場は出会いないからな。彼氏いたのいつ。半年ぐらい前です。結構最近やね。でも、2週間ぐらいで別れたよ。早っ、2週間早すぎやろ。どっちから振るの。私が振られた。てか、連絡取れんじゃないか。マジでマジもったいな。俺やったら絶対振らんけどね。キちゃんと付き合ったら絶対振らんやろ。
はい、居酒屋のね席の時間が来て出ろって言われてるんですけれども、なんかあんまり話盛り上がらなくて、でも顔がめちゃめちゃタイプやねん。顔がめちゃめちゃタイプやから、ちょっとこのままね多分別れるとまたいつもみたいにフェードアウトされちゃうからさ、2軒目できれば行きたい、打診はしようと思います。頑張ります。明日ってなんかあんの？仕事。え、何時から？朝10時から。え、ちょっと遅いやん。じゃあこの後2軒目行く。飲み足りなくない？ちょっと今日はやめとくかな。マジで？え、もう酔った？ちょっと。え、そんな、まあ、確かに顔若いな。でもまた今度行こう。また今度？また今度。マジで？マジで。絶対よ。約束ね。いやー、今日も結局うまくいかなかったっすね。まあ、なんかちょっと可愛い子だったからトークが緊張してかかってた感じあるわ。うまく自分を出せなかった。なんか久々に緊張した。本当に、まあ、めっちゃ可愛かったから。いやまあ一応メッセージ送るけど、いやなんかフェードアウトされそう。まあ返事来たらいいんですけどね。返事来ることを願います。マッチアップ女子とのデート帰りはいつも脳内で反省会してる。あの時ああ返せばよかったなとか、なんであんなこと言ったんだろうとか、いろいろ考えちゃうよね。帰ってすぐにこういう LINE 送ったら返信が返ってきたんだよね。だからワンチャンあるのかなと期待して返信したら、そっからは未読無視。今日のマッチアップ女子は顔は可愛かったけど遅刻してくるし、自分から話題振ることもないし、そのくせやりちんにやり捨てされてるしで、マッチアップ女子という概念そのものみたいな感じの子だったわ。まあこれからも頑張るわ。なんか俺たちの戦いはこれからも続く的な終わり方でごめんな。